こんにちは、すじむこです。さあ今日ね、ポケモンコマスターが配信されました。まずはね、アンドロイド版で配信されましたね。さあじゃあどんなゲームなんだろう、やってみましょう。誰でしょう。どんなにこの日を待ちわびたことでしょう。ついにポケモンフィギュアゲーム世界大会の開催が決定しました。皆さんご覧ください。これが優勝者に与えられるジュエルタワーです。もらえるのこれを。我こそはと腕に覚えのある者たちをここカルモンテ島に集い、勝利の栄光をつかむのです。 PFG 世界大会のエントリーは本日受付が開始されます。以上、現場から中継をお伝えしました。あれもらえちゃうの？どうしていいか分かんないよね。でもいきなりあんなビルもらっても、何が起こるんだ。23度、すっげえ超未来じゃん。D37 のシートはここか。隣いいかな。ん？特別便に乗ってるってことは、君もポケモンフィギュアゲーム世界大会に参加するのかい？参加するよ。君は？突然声をかけてすまなかった。僕はルカって言うんだ。よろしくね。それにしてもすごいことになったな。まさかあのジュエルタワーのオーナーになれるチャンスが来るなんて。君の PFG 歴はどのくらい？PFG ってそこからって言われちゃうよね。 PFG って何？え、ポケモンフィギュアゲームの略だよ。忘れちゃったのかい。あー、分かんなかった。まさか君 PFG をやったことないのかい。それなのにここに乗っちゃってる。もしかして記憶喪失？驚いたな。初めてなのに世界大会出場するなんて。無謀もいいとこでしょ。ここであったのも何かの縁だ。僕が PFG について教えてあげるよ。そろそろ到着する頃だね。デュエルに必要なものがあるから受け取ったらまた会おう。なんだ、あ、キラキラする。見えてきた。あれがカルモンテ島だ。すっげえ細長いんだけど。大丈夫？地盤大丈夫？おー、すげえ。なんかほんと近代的って感じだね。ようこそカルモンテ島へ。大会のエントリーを受け付けします。こちらにお名前をご記入ください。はい、僕はね、ツチノコという名前でいきます。星つけちゃった。おめでとうございます。これであなたは BFG 世界大会にエントリーされました。やり方も分かってないのにエントリーされちゃった。こちらがデュエルセットです。あら、うわ、すっげえリアルなんだけど。フィギュアがポッチャマとアチャモ、ハリマロン、御三家ですな。こちらもお受け取りください。仮面を受け取った。仮面舞踏会。過去に PFG プレイヤーは仮面をつけてデュエルを行う習慣があったと言われております。その習わしに従って参加者全員にプレゼントしてるんですよ。みんな同じなのか。お、見た目も変えられるんだね。じゃあ変えていこう。あ、女の子も併用できるってことか。なるほどなるほど。でも黄色が好きだからね、金髪にしちゃおう。肌は2番目ぐらい、こんな感じで。それではお気をつけて。装着。装着したら何か変わるの？装着してないじゃん。ちょっと恥ずかしい。もう先走って装着しちゃったのが恥ずかしい。デバイスを受け取ったようだね。ちょっと貸してみて。おかしいな、動かないみたいだ。君もやってみて。なんかすげえ惹かれてんだけど顔が。うわー、何タップ。すげえ、なんか英語とかで言われるのかなと思ったらタップって言われちゃった。タップしたらすごいね、演出が。どこへ向かってんの？全体が光っちゃった。じゃじゃーん、びっくりした。驚かせてすみません。私はエアのカルロです。今後マスターのサポートをさせていただきます。一体何の役に立つって？それはデュエルで証明してみせますよ。 AI って喋るんだね。カルロもそう言ってることだし、早速デュエルしてみようか。ルールは僕が教えてあげるから大丈夫。先行後攻をまずは決めるんだ。いきなりデュエルすんの？ルカ対ツチノコ先行。あ、これはあれか、ランダムで決まる感じ。
おお、ボードゲーム本当に。あ、相手違うじゃん。いろいろ持ってんじゃん。カイリキーとかマリル、ルリリ。君が先行だね。勝利条件は至ってシンプル。ゴールに自分のフィギュアを置くことができたら勝ち。逆に自分のゴールに相手のフィギュアを送れると負けと。なるほど。 6つのポイントはベンチでデッキにセットしたフィギュアが並ぶ。よし、フィギュアをトップすると移動範囲が分かる。フィギュアを動かしてみよう。AI もじゃあミスをするってことなのかな。自分もできるし AI にお任せもできるってことか。あ、来ちゃったよ。ちょっと AI に任せてみよう。相手のフィギュアと隣り合うと先に進めることができなくなる。なるほど。いざバトルです。お互いのルーレットをスピンさせて出た技で勝負を決まる。なるほど、運ってことだね。鶴のムチ、鶴のムチ。お、いいじゃん。飛んでった。技の色が青だと回避、赤だとミスになる。無条件で相手の技を食らってしまう。あ、なるほど。負けたフィギュアはポケモンセンター。あそこポケモンセンターなんだ。なるほど。あ、また戦う。あ、アチャモが行ったよ。別のテクニックをお見せします。どれどれ。挟み撃ちじゃん。この状態は包囲だね。相手のフィギュアを自分のフィギュアで包囲するとバトルせずにそのフィギュアを倒せる。あららららら。あ、守ったね。マスターチャンスですよ。ここでプレートを使えば有利に進めることができそうです。何プレート。炎の脅威を使ってみましょう。プレートもあるんだ。えい、つつく水鉄砲。あ、やばい。あ、先に攻撃しちゃった。あー、で復活したんだ。3体目のフィギュアがポケモンセンターを送られると最初に送られたフィギュアがベンチに戻ることができる。ウェイト状態になって一旦は使えなくなる。なるほど。我々デバイスはプレートを使うことはできません。僕しか使えないってことだよね。 AI はプレートは使わないと。ピキッ、ゴールに到達。なるほど。勝ちました。1しか上がんなかった。コインと経験値がもらえると。ルーレットを回す。あ、何が当たるか分かんない。おお、フィギュアがもらえた。バルキー、なかなか筋がいいじゃないか。強力なライバルになりそうだね。 PFG は AI とのプレイヤーが AI とプレイヤーが一体となって戦うゲームなんだ。よし、なるほど。ちょっといろいろ覚えなきゃダメだね。僕のお部屋はここみたいです。さあ、お部屋で何するんだろう。さあ、インフォ見てみよう。24時間限定ダイヤセール。どれどれ。あ、いくらかは書いてないんだ。そしてログインボーナス、今日から25日まであるみたいですね。もらえるアイテムは日ごとに異なる。なので早めにね、ダウンロードした方がいいってことですね。ログイン。さあ、どうだろう、面白いのかな。特別ドラインボーナス、明日はダイヤが20個が用意されてる。おお、いいね。美味しいね。ダイヤはいくらぐらいなんだろう。で、月に5万まで課金できるみたいですね。ダイヤ112個が240円か。あ、なるほど。ダイヤ12個が120円って考えると確かに安いね。960円だもんね。なるほど。課金するかどうかちょっと今からですね。面白そうだったら1回ぐらいしてもいいけど。ホテルの最上階目指してフロアのクエストを一つずつクリアしていきましょう。なるほど。フロアのクエストを、徐々にやっていくみたいな感じか。あれ、これさっきの人じゃん。こ
覧ください。あそこに立ち並ぶのは舞台となるホテルです。最上階にはホテルを滑るオーナーたちがエンブレムを携え待ち構えています。エンブレムを9つ集め、オーナーである私を見事最初に倒したものが今大会の覇者となる。へえ、そういうストーリーね。なるほど、マスターロゼっていう人がいるんだ。それがこの人ってことか。誰もがライバル同士、レディーゴー。第1回戦やっていくか。みんな徐々に強くなっていく感じなのかな。運営員と戦うの最初。ふるい落としかな。椅子もどんどんあれかな、豪華になっていったりするのかな。ここら辺はもう AI 使ってじゃんじゃん進んでいいんじゃないかな。トントン。あれ、うわ、あちゃん、あ、戦うってことね。つつく、いてぇいてぇ、強いじゃん。おい、硬いぞ相手。次までずっと AI でやってみてるんですが、アチャボが倒されたら痛いな。お、これバトルじゃないの。バトルにならないんだ。お、いわくだき、あはは、やっべ、めっちゃ強いじゃんみんな。さっきと全然違う。やべえ、負けるんじゃないの。もう早速頑張れ、守れ、カーン。よし、あともいけ。相手を一回も倒せてないけど、あ、もうすぐいけちゃうよ。これ守れたら OK でしょ。いけ50。あ、お、これちょっと待って、あ、勝った。勝っちゃった。攻めまくって勝った。ちょっとよくわかんないけど、チャレンジ2回バトルする。相手の1回相手のフィギュアをバトルで気絶する。ベンチのフィギュアの数をゼロにする。あー、なるほど、こういう風なチャレンジもあるんですね。これは青の方がいいってことかな。コイン9、トレボ、シングル購入とダブル購入がある。トレボチケットがあればダイヤを消費せずにトレボを購入できます。ああ、じゃあ買っていこうか。何が出るんだろう。シングルトレボやってみましょう。フィギュア1とマテリアル50。さあ何が出てくるんだ。来い、いいやつ。何、あら、人影。 UC マテリアルもゲット。人影か。プレート購入は、あ、これもダイヤで購入するんですね。うわ、ダイヤ課金が結構激しいな。あー、ダイヤ112個で960円だもんね。セールで240円だけど。で、ダイヤ100個でダブル購入するとプレートが1もらえるんだね。なるほど。これはでも今購入するよりキャンペーンが始まってから購入した方がいいかもしれないね。マテリアル交換っていうのは何だろう。お、ディアルガとか買える。4000。ダイヤ50個が450円だから4000っていくつ。あー、なるほど、3万ぐらい必要ってことですね。ディアルガゲットするにはダイヤが結構頻繁に手に入ればまた違ったりするだろうけど。あ、パルキアも4000。うわ、これ伝説のポケモンとか揃えようとするとすごい大変そうだな。あ、強いわ。ミス以外はほとんど先手取れるんじゃないかな。そしたら相手の攻撃にも全部跳ね返せるってことだもんね。なるほど、ちょっとフィギュアゲームっていう感じが
今匂いがしましたね。これ課金したら超強くなる系のゲームじゃないかな。さあライブラリーはポケモンは今んとこ103まであるのかな。これ見れたりするのかな。ちょっとアチャも見てみようか。あれかわいい。ちょっと怒ってる系のアチャもだね。こう上横にしか回らない。ああおらおらおら。くるくる回すぜ。ポッチャモも見てみようか。ポッチャモも怒ってる。ポッチャモやる気満タンみたいな顔だね。ビューン、背中にトゲトゲがあるよ。かわいい人影も。いいね、フィギュア眺めるのは結構いいな。はい、ということでね、今回はここら辺で終わっとこうかな。ちょっとね、今のところ超課金したらね、自分の、まあ、フィギュアを非常に強くできるっていうのを、まあ当然ちゃ当然なんだけど、こう戦略っていうよりね、お金がちょっと勝ってしまうとゲームとしてはね、あんまり面白くないんじゃないかなと思ってしまうんだけど、これからねどうなっていくかわかんないですね。もしかしたらログインボーナスとか、さっきのタワーの階層をどんどん登っていくとダイヤがポコポコとプレゼントされて、フィギュアとかねいっぱい引けるようになるとぐっとね楽しくなってくるのかもしんないね。ちょっとまだね触りの段階だから、ちょっと明言は避けておきますけど、最初の印象としてはね、ちょっとこれは強課金ゲーかなっていう気はしました。25日まではねログインボーナスが大量にもらえるらしいので、まあ、そこら辺まではねぐいぐいと遊びながらね進めていってみようかなと思います。それでね、またね動画に出してみようかなと思います。ということでね、今回は今日から配信されたポケモンコマスターの紹介でした。それじゃあよかったらね、また見てください。土の子でした。